ジムニーライフスタイル Vlog のゆうすけです。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではジムニーとのライフスタイルを Vlog 形式で発信しています。今回はジムニーキャンプで使うガスアダプターと ST310 のカスタムを紹介していこうと思います。ガスアダプターは意外に知らない人が多いと思うので最後まで見ていただけたら嬉しいです。こちらが今回購入したガスアダプターです。視聴いただいているキャンパーの皆様、中途半端に余った CB 缶 OD 缶ありませんか？ほとんどの人が家に転がっているかなと思います。余ったガスを一つにまとめるというのがこのガスアダプターです。最初に言いますが、これは本当にマストバイだと思います。このようなアダプターで CB 缶と OD 缶のガスを移動できるようになっています。太い方が CB 缶で、細い方が OD 缶をそれぞれ連結することができます。まずは CB 缶と OD 缶を連結させてみようと思います。CB 缶の残量が少なすぎて移動しているかよく分かりませんでした。アダプターの先端を外して OD 缶と OB 缶を連結させてみましょう。このつまみを開くと上から下へガスが流れる仕組みになっています。耳を近づけてみるとガスが流れている音が聞こえます。時間は少しかかりますが、流れの音が止まれば完了です。CB 缶と CB 缶で試してみようと思います。このアダプターだと CB 缶から CB 缶は移動できないようでした。ガスつながりということで、外のST310 周りのカスタムを紹介してみようと思います。シングルバーナーは通常のシルバーを使っていて、遮熱板としてこちらを使っています。足は滑らないようにこちらを取り付けています。火力調節のダイヤルと点火のパーツはそれぞれこちらを使っています。CB 缶ケースはこちらを使っています。 CB 缶ケースは全然必要ないんですが、男心をつかむ商品だなと思っています。遮熱板をセットしてみましょう。どうでしょうか。見た目は悪くないのですが、
やはりこちらもチューブをかぶせないと滑って使いづらそうです。部分部分のディテールがシルバーなので、このあたりも黒く塗装できれば全体的にもっとまとまって見えると思います。ガス管カバーをつけているので少し浮いてしまっていて安定感がないです。別売りの金具等でフィールドラックの横に取り付けられたらデザイン的にも良いかなと思います。今回はガスアダプターと ST310 周りのカスタムを紹介させていただきました。まだまだいろんなカスタムや地味だけど使えるギアがたくさんあると思いますので、おすすめのギアやカスタムがあればコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。